こんにちは、皆さん。今日の講義は書籍クロワッサン2024年02-10号ナンバー1110です。この書籍は今すぐ直したい反り腰、巻き方、スマホ首というキャッチコピーが目を引きますね。この本は現代人が抱える姿勢の悩みやそれに伴う痛みに焦点を当てています。私たちの生活は忙しく、仕事や家事に追われる毎日で、ついつい姿勢や体の不調を放置してしまいがちです。しかしこの本はそんな状況を放置せず、痛みを我慢するのではなく、少しでも早く改善するための方法を提案しています。姿勢の悪さは運動不足や筋力低下といった要因によって悪化し、さらなる痛みや不調を引き起こす負のループに陥る可能性があります。ですがこの本ではそんな負のループから抜け出すための習慣を身につけることの重要性を説いています。例えば反り腰に悩んでいる人には、骨盤リセットや胸を緩める深い呼吸、バレエの要素を取り入れたエクササイズなどの方法が紹介されています。巻き方やスマホ首に悩んでいる人にも、それぞれに合った対策やエクササイズが提案されています。さらに良い姿勢を保つためには寝具や靴の選び方にも注意が必要です。本書では自分に合った寝具や靴を選ぶ方法も詳しく解説されています。また痛みやこりを解消するためのストレッチやマッサージの方法、お助けグッズの紹介なども充実しています。さらに体を守るための正しい動作や危険な習慣についても触れられています。この書籍は私たちが日常的に抱える姿勢の悩みに対して具体的な解決策を提供しています。姿勢が良くなれば痛みや不調も軽減され、笑顔や前向きな気持ちにもつながるでしょう。では皆さんもこの本から学んだ知識を実践して、健康な生活を送るための一歩を踏み出してみてください。この書籍がもたらす効果は大きいです。姿勢の改善は日常生活において健康や快適さに直結します。例えば、反り腰や巻き方、スマホ首といった姿勢の問題は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって生じることが多く、それらが原因で慢性的な痛みや不快感を引き起こすことがあります。しかし、この書籍が提供する解決策やアドバイスを実践することで、そのような不快な症状を改善し、生活の質を向上させることができるでしょう。姿勢の改善は単なる健康面だけでなく、外見や自信にも影響を与えます。良い姿勢は自信を持たせ、魅力的な印象を与えることができます。また、姿勢が良いということは、身体のバランスや筋力が整っていることを示し、スポーツやフィットネスなどの活動にもプラスの影響を与えるでしょう。さらに、この書籍は姿勢に関するトピックやテーマに関心を持つ人々にとって、他の関連する情報源や研究への興味を喚起する可能性があります。姿勢の改善は、カイロプラクティックや整体、ヨガ、ピラティスなどの身体改善法とも関連しており、これらの分野に興味を持つ人々にとっても興味深い情報源となるでしょう。また、姿勢の改善は日常生活における予防医学の重要性を示す良い例でもあります。姿勢の悪さが引き起こす痛みや不快感は、放置すれば将来的により深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため姿勢の改善は将来の健康を考える上でも重要なテーマと言えるでしょう。この書籍が広く読まれることで、姿勢の改善に関する啓発活動が促進され、社会全体の健康意識の向上につながることが期待されます。そして姿勢の改善が個々の健康や生活の質を向上させるだけでなく、医療費の削減や労働生産性の向上など、社会全体にポジティブな影響を与える可能性があるのです。このようにクロワッサン2024年02-10号ナンバー1110という書籍は、姿勢の改善という身近なテーマに焦点を当て、具体的な解決策を提供することで、個々の健康だけでなく社会全体の、そして読書で美容と健康の勉強も大事ですが、人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上が必要です。そこで注目すべきサービスがあります。それはライザップの結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。まず結果にコミットプライベートジムでは、
専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供しています。30日間の無条件全額返金保証や1日50分週に2回の無理のないトレーニング、無料カウンセリングなど利用者のニーズに合わせたサービスが充実しています。個別のプログラムや無理な食事制限がなく、健康的に痩せリバウンドしにくい体づくりを目指せます。一方、ライズアップウーマンは女性に特化したプログラムを提供しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなど女性の美しさを引き出すためのトレーニングメニューを提供しています。低糖質だけでなく、栄養バランスを考慮したお食事管理や美容マシンを使った脂肪燃焼や美肌効果も充実しています。利用者の目標やニーズに合わせたプログラムで自信を持って最後尾のボディラインを手に入れることができます。これらのサービスは単なるダイエットやジム通いではなく、健康管理や美容に特化した需要に応えるものです。読書だけでは得られない個別の指導やトレーニング、モチベーション向上が必要な方々にとって有益な選択肢となるでしょう。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。